なんだかとっても嬉しそうね。うん、会社でなんかいいことあったの？その通り。実はね、お父さんの会社が父親子育て応援企業で知事から表彰されたんだ。あら、おめでとう。よかったじゃない。なに、その応援企業って？父親子育て応援企業知事表彰とは、仕事と子育ての両立を支援する制度や職場環境づくりをしている会社を表彰するものだよね。さすが母さん、よく知ってるな。県では小学生以下の子供がいる男性従業員の仕事と子育ての両立を積極的に応援する企業を表彰しています。配偶者の出産前後の特別休暇や法律の義務規定を超える勤務時間の短縮など、独自の社内制度を導入し、男性が利用した実績のある企業が対象となります。表彰企業は県の入札参加資格で評価されるほか、県のホームページでの広報などの支援があります。福井県健康福祉部子ども家庭課までご応募ください。締め切りは11月30日火曜日です。ということなのよ。そうそう。で、お父さんの会社はどんな環境づくりをしているの？うん、毎週水曜日は農産業デーとかいろいろ取り組んでるんだよ。へー。あら、そうなの？でも毎週水曜日って必ず早く帰ってきてたっけ？もちろんだよ。どうだったっけな。過去はあんまり振り返っちゃダメだよ。前だけを向いていこう。詳しい募集要項やこれまでの受賞企業の実践例を福井県子ども家庭課のホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。